まあ、僕ここの店入っても2年ぐらいになるんですけど、まあ、僕出勤時間早いんですよ。で、まあ、1人でお店に待機することが多いんですけども、まあまあ、待ってて、まあ、暑いからと思って、まあ、つい2、3ヶ月前の話ですよ。まあ、待ってて、まあ、誰も来ないからぼーっと数分どこうかなみたいな感じで待ってたんですけど、そしたら急にね、まあ、本来は僕らの店側からしか開けれないドアがあって、まあ、外からは鍵を触れないところがあるんですけど、まあ、そこでなんかガチャガチャ言ってて、急にガチャって開いて、本来鍵閉まってるはずなんですよ。で、パッて人が入って、男の人だったんですか、違うみたいな感じで、スッっていなくなられたんですよ。でも僕らからしたら、何これ、どういうこと、と思って、まあ一回確認をしよう。まあそこのドアの近づいたら、鍵がかかって、一体どうやって入ってきたのか、わかんなかった。まあ未だにこれは、まあお店の従業員しか知らないことなんで、まあ何とも言えない。